梅ジャム君、バスター君、今日はね、今井さんがね、いろんな質問に答えてくれる。たくさん質問用意したかな。博士。今井博士がね、たくさん答えてくれるからね。教えて今井博士。2020年の12月頭に流行った教えてツイッター絵師博士が元ネタのこの企画、知識の宝庫、知識の泉と呼ばれた伝説の博士今井さんが何でも答えてくれます。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあね、あの梅ジャム君、バスター君、みんなで今井博士を読みましょうか。じゃあ、いいかな、準備いいかな、準備かな。はい。じゃあ、せーの、今井博士。今井博士。わしじゃよ。どうも、博士です。あれ何の博士かというと、はい、まあ、That's all right。全部やってますんで。質問を投げかけてみましょう。じゃあまずどういう質問すればいいかという部分で僕からね質問させていただきます。教えて博士。はいはい。空ってなんで青いの？空ね、空ね、はい、空青いよね。青いです。なんで、ね、だって地球が青いんだもん。空だって青いさ。青いよね。正直そういう質問をしてるシロン君のそのなんだろう、芸風自体が青いよね。はいはい、今井博士。はいはいはい。どうしてゴキブリはみんなに嫌われてるの？多分ゴキブリもお前のことは嫌いだと思うよ。そうなる差がなんだね、僕たちね。お互いに嫌い合ってたら仕方ないや。博士、ご結婚の予定は？Fuck。はい、博士、はい、はいはいはい。ニャンコスターとリンゴスターの違いを教えて。見てわからへんのやったら考えたほうがいい。博士、来年受験生なんですけど勉強のモチベが全くありません。こんな時博士ならどうしますか？まあ別に来年チャンスないわけじゃないと思いますよ。再来年行きましょう、再来年。なるほど。受験生である限りはモラトリアムに守られ続ける。今日締め切りの課題が4つあります。どうすれば終わりますか？ブラウザを閉じろ。じゃあ1個だけ僕聞きたいことあるんですよ。はいはいはい。愛のその先には何があると思いますか？上を。どういうこと？ひらがなの愛の上を。確かにその通りや。確かにその通りや。確かにその先にあるのはその通りだ。じゃあ軌道を戻していきますよ。お前が出てねえじゃねえか。でっけえ席してんじゃねえよ。博士、この枠はいつまでも続きますか？ずっと生放送いますのでということで。できないこと言わない方がいいよ。お前どうせ寝るやろと。まあ、ネタつきぐらいまでですかね。今井さんが疲れるかおつかですね。今日やけにリスナーに当たり強いな。博士、いつからクリスマスはリア充がイチャつく日になったんですか？キリストが死んでからだよ。2000いくら前からですね。博士、桜大戦の続きはやりますか？くるぶしさんとの共栄都市の続きはやりますかと。多分やらないな。はい。博士、あともう疑問じゃねえ。もっと素朴なね。そこはあのシロン君、拾う質問を考えてね。博士、シロン君は三上重工2年もやってて、なんで未だにこういうところが伸びないんですか？これはもう豪雨やな。
そうだね、行きましょう。じゃあ次の質問に行きましょう。博士、いい女とはどれだけ出会ったことがあるのですか？選んでそれか君。もうね、もう合コンの質問なんよ今の今まで本当にずっとねえ、何や俺たちは酒片手にやっとんのか。いいよ、使っていいんだったら僕は酒を飲むぞ。そして梅ジャム君、バスター君、何か質問はございませんか？あ、ごめん、アーモンド食べ出しちゃった、ちょっと。なんでなんで親知らずって生えてくるの？バスター君には生えてこないかもしれないね。ん？え？ん？今滑ったね。認めるって大事だね。博士、ビスケットとクッキーの違いは何ですか？食ってみろ。言い方が飛ぶそうなのよ。はいはいはい、はい、バスター君、それいけアンパンマンって誰が命令してるんですか？柳瀬隆だよ。ちょっと今質問に参りました。これ積もるわ。だよな、そうだよな、名前つけてやったな。そりゃそうだよ。ご視聴いただき誠にありがとうございます。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録をお待ちしております。概要欄にはメンバーのツイッターも載せていますので、フォローの方よろしくお願いいたします。では三上重工でした。